地下鉄連絡通路展示コーナー、地上アプローチ吹き抜け大阪府立現代、美術センターは、大阪府大阪市中央区にあった美術館。1974年に設立され、2000年に移転の後、2012年3月末に閉館した。菓子展示室等は、大阪市西区江ノ小島にオープンした大阪府立、江ノ小島文化芸術創造センターで引き続き業務を、 行っている。現代美術コンクールなどの公募展主催や、新進作家を紹介する展覧会企画、ヨーロッパ諸国との芸術家交流事業など、新しい才能の発掘と、国内外の美術情報の提供を主たる目的とする美術館施設であった。公募展入賞作品など現代版画を中心に約7500点の作品を所蔵していた。 2012年3月末をもって閉館し、菓子展示室等は、大阪市西区江ノ小島にオープンした大阪府立江ノ小島文化芸術創造センターにおいて、引き続き業務が行われている。大阪府に寄贈された絵画のうち、同センターが管理していた一点が紛失していたことが、2010年5月に判明。さらに府が、 追跡調査を実施したところ、大阪府立成人病センターなどに貸し出された会が計24作品が所在不明となっていたことが同年7月30日に判明した。府はこれらの事実を報道されるまで10年以上にわたり公表しておらず、府内調査も実施していなかったことも明らかになっている。ありがとうございます。